おら、トゲカップルども。おら、おら、オッケー。カップルがいる、いるさん。おらおら、おら、カップル、なんだ、どけや、おら。よし、超空気読んでる、俺。これね、風の強さをね、選べるんですよ、こうやって。さあ、告白しなさい。おらー、告白なんかさせるか、こいつめ。はい、さようなら。これよくわかんないんだよな。このね、まあ、ちゃんとこうやってるマヨネーズ使ってあげろって、あれことだと思うんだよね。まあ、今のはもう読めてるでしょ。で、これは、空気を読んでね、この穴の中に囲って入れてね、進むみたいなね、多分そういうことだと思うのでね。まあ、俺はね、ちゃんと空気を読んで、はい、はい、入れました。はい、進みまーす。まあ、もうこれ超空気読んでる。バッチリだね。もうね。やっぱね、空気読むって言えばね、ポポ吉なのでね。もうね、ポポ吉のこの空気の読めると。はい、KY マートにやってきました。はい。なにこれ？え？これでいいんでしょ？並んでりゃいいんでしょ？え？だって普通には普通にこう並んで。よくわからん。これは読めたでしょ？これ読めたんじゃない？これも超読めてる。多分ここも。ほら。ほんとやんわり。やんわりと読め、やんわりとしか読めてないと。はい、第6問。いけない、遅刻遅刻。これはね、もうお決まりの定番のあれですよね。オッケー、こいつ。オッケー、イケメンとぶつかったよ。あー、読めたね。後ろとね、ぶつかっちゃったらやばかったね。お兄ちゃん、お腹すいた。お兄ちゃんがなんとかするから、頑張るんだぞ。ババ抜き選手権。いよいよ、決勝。賞金の寿司食べ放題はどちらの手に？泣いてる。泣いてる。泣け。もうしゃあないね。これはもうしゃあない。もうこっち取るしかないもんね。ほら、寿司を食べ。これ、ここでしょ。もうだって、もう、ここに、こう。はい。これみんなの顔が映る。ここ完璧でしょ。これ空気読んでるよね、これね。これ完璧。これ完璧でしょ。第9問。これね、立っちゃダメ。ね、立っちゃダメ。ね、立っ、まあいいか。よし。超空気読んだ。途中経過。今回の5問は、そこはかとなく読めてるっぽい。もうそこはかとなくね。これはかなり読めてるってことじゃないですかね。もうこう空気読みまくりだからね。今日もラブレター渡せなかったな。風に乗ってあの人に届いてくれればいいのに。まあ、ラブレターをね、届けろみたいなね。よー、危ねえ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 。こいつに刺さればいいんだよ。こいつのハートに、心臓にぶっ刺せ。オッケー。届いた。思いっきり狙ってんじゃん。届けばいいなっていうか、もうそいつね、めがけて飛ばしてるじゃん。危ない。へいへいへい、来いよー。はいよー。もうこれはね、簡単ですね。もう空気読みましたね。もうこういうね。穴にわざと落とす。面白い動画見つけたの。わー、楽しみ。肉食系 .com。第14問。次は、あの、お前だ。はい。欲しいよ。はぁ、空気読んだね。もう完璧じゃないですかね、これね。これもう完璧ですよ。これよくわかんないんだよね。これ何なの？これ何？ペンを出して。これでいいよ。え？なんでもっと押しちゃったの？ね、なんで？なんで？うわぁ！途中経過。今回の5問は、そこはかとなく読めてるっぽい。第16問。今日は草野球の試合だ。これね、さっきやったスロットなんすよ、ゾーと。いくよ。ね、試合って言ってたね。試合だから、これでしょ？これ。あれ？あ、これ、ジャージでしょ？次、下のジャージは、
これと、これ、これ完璧でしょ。これ完璧だよ。これ完璧空気読めてる。この子空気読めてんな、マジで。OK。よいしょ。いて。ほら、おばあちゃん。おじいちゃんだった。よし、空気読めてるね。ちゃんと座らせてあげてね。自分もちゃんと座るっていうね。もう空気読めまくりだよ、この子は。第18問。お前のパンケーキ。こちらが今大人気のパンケーキのお店です。すごい行列です。はい、現場からは以上です。あ、おー、動けた。いい子やだ、空気の読めるいい子や。19問。はい。こちら。テレビ、エアコン、電化製品、まとめて無料で回収いたします。これ閉めるのか、空気読めてるのか。どっちなんかね。あ、ちょっと待って、落ちてった。ね、窓ガラス落ちてった。これ、いけ。もっといけ。ああ、いいよ。いいね、いい姿勢だ。いいよ。なんだ今の。何がしたかった。よいしょ。あれ、どうやったら上に行く？どうやった？オッケー。どうやったら上に行く？あ、じゃあ、反対。あ、オッケー。じゃ、反対なのよ。どうやったら、あ、こっち。じゃ、動くか。あ、こうか。ごめんよ。あ、オッケー。はい。回せばよかったね。東京でも頑張って。うん。絶対手紙書くから。うん。よしえ、頑張ってね。よしえ、頑張ってね。あいつ、いつまでついてくんね。え、早くね、こいつ。頑張ってね。え、ちょ、こいつ、え、なんで、ここまでついてくるの。え、なんで、そんな感じでね。はい、途中経過ですね。はい、今回の顧問は、ほどよく読めてるっぽい。ほどよいぐらいがちょうどいいね。やっぱりね、空気読むっていうのはね。あんまり読みすぎてもね。はい。歯医者にやってきました。ドキドキ。痛かったら手を上げてください。はい、痛いです。ね、痛いです。痛いです。我慢して、もうちょっとですよ。痛いです。我慢してくださいね。もうちょっとですよ。痛い。我慢してくださいね。もうちょっとですよ。医者って、ほんと歯医者ってこれだよね。あのね、痛かったら手上げてるって言って、手上げても我慢してくださいね。もうちょっとですよ。これマジ。これでマジでこれなんだよ。あいつ何なのっていうね。まあ、空気を読んで、ここにこうやってやれってことでしょ？もうこれ簡単じゃん。もうこれでね、完璧ですよ。もう空気読んでね。はい。まあ、そう見せかけてね、やっぱこうしちゃうっていうのがね。空気読んだでしょ。持久走大会。持久走？二人で一緒にゴールしようね。だねー。え、遅いよ、お前。あら、来いよ、ほら。うら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 、うら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 、来るしちゃうよ、ほら、早く来いよ、ほら。ノロマの亀が、はい、イェーイ。ケチャップでね、かわいいの書こうね、かわいいのね。よし、書けた。ギリギリ。いけた。可愛いのかけたね。昔あるところに小児クモイの木こりがいました。ある日大事な斧を湖に落とすと女神様がこう言いました。あなたが落としたのは金の斧、銀の斧、それともこれ。あ、
すいませんでした。すいませんでした。オッケーオッケー。お、ロールプレイングだ。おお、お前、よくぞ来た。世界は魔王の手により、惨憺たるありさま。この世界を救ってはくれぬか？もう救えないよ、無理だよ。そう言うでない、世界の危機なのだぞ。この世界を救ってはくれぬか？いや、無理だろ。無理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 。無理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 。もしやセリフをすべて読まないと先に進めぬたちか？世界を救ってくれ。いや、無理だって。もう新しいセリフはないぞ。世界を救ってくれ。だから無理だって。もう新しいセリフないと言うとろうに、いや、新しくなってんじゃん。だから無理だって。もうマジで一生のお願いだから。あぶねえ。